米原市サメ貝塾資料館は、滋賀県米原市サメ貝にある文化財建造物を活用した博物館。2000年11月12日に、米原町サメ貝塾資料館として開館した。中仙道のサメ貝塾に位置し、1915年に建築された旧サメ貝郵便局局舎並びに、 江戸時代に建築された川口家住宅の2カ所の施設により構成される。旧サメガイ郵便局社1回1915年に建設され、その後1973年までサメガイ郵便局として使用されていた木造2階建ての偽用風建築物であり、ウィリアム・メレル・ボーリズが設計に携わったとされる。当初の建物の様相は、 ボーリーズ建築事務所に残存する設計図とは異なり、変更が認められるが、1階部分の規模や外観は、おおよそ一致する。1934年にはモルタルバリの建物に、改築され、外壁の他玄関の位置や間取りなどに大規模な、変更が加えられて、中央に玄関がある、現在の外観及び間取りに近いものとなった。その後も、時代とともに、 内部の改修が行われたが、基本構造は当初のものが利用されている。外観は各中にフルーティングが施され、中東にはアカンサス装飾が見られる。1階に郵便及び電信事務室並びに応接室があり、2階は電話交換室及び交換手の宿直室、休憩室として使用されていた。 資料館としての再利用を目的として、1999年から2000年にかけて解体修理が行われ、現在に至っている。館内は、1回展示室をパネル等によるサメガイ塾の紹介などに充てるとともに、休憩所として無料開放し、有料の2回展示室では、サメガイ塾の省屋、ドン屋を代々務めた。 えたつ総在門や伝来のサメガイ塾絵図や古文書の一部などを展示する。なお、誠意には1901年に初代の郵便局が建設されており、今に残る旧サメガイ郵便局者は2代目にあたり、3代目となる。現在のサメガイ郵便局は、前原市しおり127番地に所在する。旧とんやばないサメガイ塾を通行する大名や、 役人に提供する人足や馬の手配などを行う、豚屋を代々営んだ川口家の住宅であった。かつて、サメ貝塾に7軒あった豚屋の一つであるが、完全な形で宿場に残存するといやばは、全国的にも希少であり、前原市の文化財に指定されている。江戸時代前域、17世紀中期低後期の建築とされる。構造は、木造平屋建て。間取りは、 玄関に広い土間があり、右正面に、板の間8畳、その左手に、和室8畳6畳続きの間、正面に、板の間6畳と奥に、板の間3畳がある。当初の建物は、さらに南側に家屋が続いていたことが、旧サメガ郵便局舎2階に展示される、交流文書のサメガイ塾絵図に認められ、発掘調査により確認されている。 発掘調査は1998年度になされ、同年、米原町の文化財に指定された後、2000年より修復が行われた。資料展示のほか、定期的にコンサート等のイベント会場としても活用されている。ありがとうございます。